真田幸村、数々の名言を残し大阪の陣で戦場に散る。これが武士の生き様よ。真田日の本一の強者。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは真田幸村について紹介していこうと思います。多くの戦国武将の中で常に人気ランキングの上位に入る真田幸村。ゲームの中の彼はイケメンの甘いマスク、歴女を虜にしてしまうカリスマ性も魅力の一つですよね。しかし生誕や幼少時代は不明なことが多く、謎が多い武将とされています。そんな幸村が注目された大阪の陣での活躍は後世語り継がれ、人気の要因となっているのは間違いありません。今回は数々の名言を残し戦場に散った真田幸村の生涯をじっくりと解説していきましょう。表裏卑怯の者と称された真田昌幸の次男として誕生。真田幸村は真田昌幸と正室山手殿の次男として誕生しました。生誕は不明、幼名は弁丸、通称は左衛門座または源次郎。兄は源三郎こと真田信幸、姉は村松殿。ドラマなどには登場していませんが、信勝、正親という異母兄弟もいたようです。信幸が三郎、幸村が次郎の名が付けられていることから、幸村の長男説を唱える話もあるそうですよ。父親の正幸は表裏卑怯の者と呼ばれた食わせ者でした。真田のように周辺を強い勢力で囲まれた国衆にとっては生き残りをかけた厳しい時代。そんな正幸の下で育った幸村は小柄で口数少なく温厚な人物だったそうです。幸村という名前は寛文12年1672年に刊行された何は戦記で登場したのが初めてであり、通称は真田信繁が正しい呼び名とされています。近年では幸村の名が定着していますので、こちらでは幸村で統一させていただきますね。重要拠点であった沼田城とは信濃の国小佐方郡、現在の長野県の国衆だった真田一族。仕官していた武田家の滅亡により路頭に迷った正幸は、当時破竹の勢いであった織田信長に目をつけ、滝川一益の配下となり所領を安堵されました。ところが織田に従軍してわずか3ヶ月、本能寺の変で信長が自刃。真田のような小さな国衆にとっては強い主君につくことで生き延びた時代です。真田の周辺は上杉、北条、徳川といった三大勢力がひしめき合っていました。そこに絡んでいたのが当時軍事上の重要拠点にあった沼田城、現在の群馬県です。そこで真田と関わり深い沼田城について若干補足しておきましょう。城主であった沼田氏のお家騒動により、上杉が城を奪取したのも束の間、お盾の乱で今度は上杉のお家騒動まで勃発。ここに北条が割って入り城を制圧しました。すると今度は光悦同盟を結んだ武田方に当時組していた正幸によって調略され、真田の重要拠点となったのです。そして武田滅亡後、織田の傘下となった真田の沼田城は一益の所領となりました。ところが本能寺の変が起き、一益も神奈川の戦いで北条に攻められ敗走。この機を逃さず正幸は沼田城を奪回します。その後北条からの執拗な攻めに遭いながらも、正幸の叔父である矢沢頼綱が城代となり守り抜きました。主君を次々と変えた正幸の戦略。武田勝頼の死によって
主を失った真田は正行の戦略により上杉、北条、徳川とわずか数ヶ月の間に心中と離反を繰り返していきます。大勢力相手に平気で裏切る度胸はさすがですね。こればかりは正行にしかできないことかもしれませんけど、家康からは希代の横着者なんて言われています。天正11年1583年、正行は上田城の建築を開始。上田城といえば後に徳川と合戦を繰り広げ戦いの場となる真田の城です。上田城は北国街道の要となる位置にあり、敵対する上杉が守る虚空蔵山城との境目に建てられていました。この城の築城は上杉領に圧力をかけ、北信濃を制圧するには重要な拠点となるため、徳川が協力し人員を動員して建築された城です。ところが天正神武の乱で敵対していた北条と徳川が突如の和睦成立。北条は条件として真田の所領である沼田領の引き渡しを求めました。しかし正行がそうやすやすと条件を飲むわけがありません。そして家康のもとから再び上杉に臣従することを決め、雪村は人質として上杉の海津城へ送られることになります。豊臣秀吉に接近。上杉の人質となった雪村は離反して徳川についた八代秀政の旧所領戦艦門をもらい、好待遇で迎えられました。天正13年1585年、真田の離反に起こった徳川家康が上田城攻めを開始。第一次上田合戦が勃発します。真田は2000の兵で徳川軍を撃退し勝利しました。そして正行は関白となった豊臣秀吉に臣従し、雪村も越後滞在から5ヶ月後、豊臣の人質として大阪城に入城します。秀吉に気に入られた雪村は秀吉の馬回り衆となり、真田も一大名として豊臣政権下で力をつけていきました。雪村はこの頃に大谷義継の娘竹林院を正室として迎えています。信行の正室は本田忠勝の娘の小松姫。信行を高く評価した家康が婚姻の世話をしたそうですが、東西の姫を正室に迎えた真田兄弟、これも正行による真田温存のための策ではないかともささやかれています。どちらにせよ先を読む正行の知略は大したものですよね。関ヶ原の戦いで敗北、長い幽閉生活が始まる。秀吉死後、着々と力をつけていた徳川家康は慶長5年1600年、会津征伐上杉討伐を行うため東北に進軍を開始。ところが石田三成が挙兵したことで会津征伐は中止となり、家康は三成を討つため決戦の場関ヶ原へと引き返します。東西どちらにつくかを話し合ったと言われる犬伏の別れでの雪村の言葉です。恩義を忘れ私欲をむさぼり、人と呼べるか、人質時代に好待遇で取りなしてくれた秀吉の恩に報いると西軍説を唱えた雪村。こうして正行と雪村は西軍を選択、信行は東軍を選び、二手に分かれる道を選択した真田親子。第二次上田合戦で籠城を決め込み、徳川秀忠を1週間近く足止めするなど奮戦しましたが、結果は西軍が敗北し東軍勝利で決着しました。信行や本田忠勝による除名嘆願により、なんとか死罪を免れた正行と雪村には、和歌山県黒山において長い幽閉生活が待っていたのです。黒山での生活は苦しく、
信行の仕送りに頼る日々、竹林院の真田紐考案などが家計を助け、最低限の生活を強いられていました。雪村は姉村松殿に、髪は白髪となり歯も抜け落ちたなどと記した手紙を送っています。そんな中、慶長16年1611年、正行が65歳で病死、そして1614年に起こった宝光寺照明事件を機に、豊臣政権と徳川幕府の中は修復不可能な状態に追い込まれていきました。大阪冬の陣で復帰を遂げる。慶長20年1615年、豊臣政権 VS 徳川幕府による大阪冬の陣が開戦。大阪城は全国から集められた10万人近い牢人たちであふれかえっています。その多くが関ヶ原の戦いに敗れ、打倒徳川を掲げる者たち、その中には秀頼に呼び戻された雪村の姿がありました。支度金として雪村に与えられたのは金200枚、銀30貫、現代の価格にすると約10億円というとんでもない金額だったとか。10億円の価値がある雪村ってどれだけすごい武将だったのでしょうね。豊臣に組した雪村は、鉄壁の要塞である大阪城の南側に南北270メートル、東西280メートルの莫大な大きさの出城となる真田丸を建築。唯一南側だけが空堀だったことから、敵の侵入を防御する役割を担うためのものでした。雪村は城の外に陣を構え、敵兵をおびき寄せる作戦を決行します。これが功を奏し、徳川勢に打撃を与えますが、家康は淀殿が住む本丸に向け大砲を発射。侍女が数名亡くなるなど、被害は甚大なものとなり、気丈な淀殿を震え上がらせたのです。雪村の反対も虚しく、大阪冬の陣は和睦という不本意な結果で終結しました。和睦の条件として、大阪城の外堀を埋め、牢人たちを解雇する。こうして無敵を誇る大阪城の外堀はすべてなくなり、徳川勢を苦しめた真田丸も取り壊され、大阪城は防御体制を失ってしまったのです。大阪夏の陣、徳川家康は死を覚悟した。大阪冬の陣での和睦条件である埋めた外堀を牢人が回収した、放火などの騒ぎを起こしたなどを理由に、徳川は牢人解雇を秀頼に要求します。しかし秀頼がこれを拒否したことで、大阪夏の陣が開幕。以前のような鉄壁の要塞であった大阪城は見る影もなくなっていました。こうして大阪夏の陣は野戦での勝負となります。道明寺の戦いで雪村は農務のため援軍が遅れ、伊達政宗相手に奮戦していた後藤又兵衛が討ち死に。又兵衛は冬の陣から真田丸で戦っていた同志でした。資産の責任を取ろうと雪村はしんがりを務め、政宗の騎馬隊を打ち負かし、全軍を撤退させます。この時雪村は徳川の家臣に対し、関東勢100万も候え、男は一人もなく候。徳川家臣は何百万もいるけれど、男らしい武者は一人もいないとつぶやいたとか。そして大阪夏の陣の最終決戦、天王寺岡山の戦いで、茶臼山に陣を構えた真田隊に残された道は、本陣にいる徳川家康の首を取ることでした。当の家康本人は、この戦いは3日で終わるとなめてかかっており、食料も3日分しか持っていかなかったそうですよ。赤備えの真田軍は少ない手勢で一気に家康本陣めがけ山を駆け下り、家康にあと一歩のところまで迫りました。その勢いに圧倒された家康は、
馬印を倒され死を覚悟したと言われています。しかし兵力差にはかなわず、徳川勢が巻き返し、真田は徐々に後退していきました。疲労した雪村は安井神社で休息しているところを徳川方の兵士西尾仁左衛門に見つかり、49歳の生涯を終えます。真田日の本一の強者と称された真田幸村、数々の名言を残し伝説となった真田幸村。大阪冬の陣の後、幸村を恐れた家康が10万石を与えるので味方にならないかと誘い、幸村が断ると信濃一国ならどうかと迫ります。そんな家康に対し幸村は、10万石では不忠者にならぬが一国では不忠者になるとお思いかと一蹴。10万石では寝返らないが一国ならば寝返ると思いますかと返したそうです。このような名言の一つ一つがかっこいいですよね。犬伏の別れの時、信行に対し、人の死すべき時いたらば潔く身を失いてこそ勇士の本意なるべし、人は命を捨てたとしてもやらなければいけない時が来れば潔く死を選ぶことが誠の武士。幸村の最後には自ら命を差し出したという説も存在しています。目的は達成できませんでしたが、武田信玄同様、家康に死を覚悟させた真田幸村、真田日の本一の強者と称された大阪の陣での活躍も見事でしたが、義に忠実であり恩を忘れなかった幸村の人としての魅力も人気がある理由なのかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。